はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日はね、何の話をしていくかと言いますと、めちゃめちゃ優秀なレジェンドマッチ最新選手ナビル性能解説とおすすめ育成講座をさせていただけたらと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ今回のこの選手ね、いいですね、めちゃめちゃいいよ。すごく私は好きなタイプのサイドバックですね。はい、まあ、どこがいいのかっていうところも踏まえてね、まずは性能を見ていきましょう。唯一残念な特徴ところが、特徴のタフガイですね。これね、せめてなんか回復とか根性とかそっち系であってほしかった。怪我しにくいのはちょっと一枠ないようなもんなので、ここだけね微妙ですね。ただもう一個のドリブル職人、ドリブルチューアップは私ナビルにめちゃめちゃ合ってると思います。すごくフィットしてますよね。でいやいや、何がそんないいのって、総合値1万でしょって思うかもしれないんですけど、能力見ていただいたらね、結構みんなねおおってなってると思うんですよ。ドリブル AB、 パス AB、攻撃能力高くないですか。この実際のこの性能画面で見ていくと分かりやすいんですけど、ドリブルパスに関しては4000弱あるんですよね。いや普通に良くないですか。無料の選手でドリブルパス4000超えてるサイドバックですよ。全然使えるっていうか、例えばですけど、実際に、マンチェスターユナイテッドガチャで来たワンビサカとかと比べていくとちょっと分かりやすいと思うんですけど、ワンビサカもね全然いいんですけど、ドリブル能力こそまあ4300とかありますけど、それでもナビルとそんな変わんないですよね。言ってパスの方を見るとナビルの方が1000近く、もっとだよね、めちゃめちゃ違いますよね、パス能力で言ったら。って考えるとワンビサカよりも全然攻撃面では貢献できるんですよね、チームに。でいやいやいや、攻撃面では貢献できるかもしれないけど守備面では微妙じゃないって思ってる方にちょっとワンビサカをね例に話をさせていただくんですけど、ワンビサカって言ってもマーク B、 タックル B なんですよ。パスカット AA だけどね、タックル能力値だけで見たら1382でしょ基本が。でまあプレスタイルで175、限界突破825なんで、まあ、貫突してもタックル2500ないんですよね。うん、でパスカットが高いので結構守備できるように見えるんですけど、サイドバックの選手で本当にめちゃめちゃパスカットがあるからって言って、言ってもそんなに、まあもちろん変わりますよ、もちろん変わりますけど、言ってもそこまで1対1で何か強くなるわけでもないですし、そんなにパスカットでボール奪えるわけでもないんですよね。で考えるとナビル別にタックル一応 C で上がり、パスカット B、 マーク C ということで、まあ何にもできないってわけじゃないし、タックルの能力値に関しても言ってもワンビサカとほぼ変わらん、500ぐらいしか変わらんのかな多分って考えると悪くないんじゃないですか。まあ、いやいや、これあれですよ、いやいやワンビサカの方がいいじゃんって思った方にちょっと言わせてもらうと、ナビル無料ですからね、ナビル無料の選手ですから、無料の選手でパス能力に関してはワンビサカの 3,4 倍ぐらいあって、ドリブルほぼ、タックルほぼそんな差はない、パスカット全然違いますけどとかってなったら良くない、別に全然いいですよね。私はね、でドリブル職人でドリブルチューアップしてるので全然いいと思いますね。なんか中途半端にドリブルも守備も微妙、パスも微妙なサイドバックより、ちゃんとドリブルパスができるサイドバックの方が圧倒的に頼りになる。ぜひ使ってみてほしいですね。はい、マンチェスターユナイテッドだから押してるわけじゃないですよ皆さん、念のため言わせてもらいますけど、マンチェスターユナイテッドだから押してるわけじゃないですからね。ここから先にまだ押すポイントがあるのでちょっと聞いてってほしいんですけど、リクパレートドリブルです。これねいいです、これ良い。いやー、ミッドフィルダーのスタミナが消化回復するだけで何お前はそんなにキラキラ話してるんだいって思うかもしれないんですけど、皆さんミッドフィルダーでちょっとあって思った方いません？そうですね、ファーガソン監督、5人ミッドフィルダーいるんですよ。めちゃめちゃ多いの。サカツクのこのフォーメーション設定から見れるミッドフィルダーの数で一番多いのが6人なんですけど、この361とかいうマジで意味不明なフォーメーションコンボ、まあ、361とかね、これに次いで多いんですよ5人って。こんだけいろいろある中で5人ってめちゃめちゃ多い方なんです、ミッドフィルダーが。で
もちろんね、今回ナビルサイドバックですから、ナビル自身のスタミナは回復しません、リクパレートやっても。ただその他のミッドフィルダー5人のスタミナが回復するんだったら、チーム11人で、まあ、フィールドプレイヤー10人ですから、そのフィールドプレイヤーの半分のスタミナを回復させられるわけですよね。ファーガソン監督の相性がめちゃめちゃいいんですよ、この選手。ということで、なんかね、いい選手来たなって感じです。まあ、これタフガイが唯一の弱点みたいな話をしたんですけど、本当に私は個人的にはタフガイがなければ全然いいんじゃないですか。タフガイがあっても無料でこの性能はすごくいいと思います。で、じゃあナビル育成どうしていくのかって話なんですけど、ここに関してはね、私も基本的に守備的に行くべきだと思ってます。まあ、その理由をまず簡単に言うと、見ていただいたら分かる通り、めちゃめちゃ攻撃的ですよね。ドリブル職人で、ドリブル AB、 パス AB で、メインスキルドリブルで、まあ、もちろん完凸したらドリブル2個になっていいですよね。これスタミナ中回復ですから、完凸したら。で A ランクでテクニカルフィードっていうロングパススキル持ってますと。でもちろん S ランクのロングパスをつけて、もっとゴリゴリ攻撃させてやるぜでも悪くはないんですが、やっぱり最低限守備できないと、あのライトサイドバックが穴になってしまいますので、まあ、それは望ましくないですよね。で考えた時に、きちんとここは守備的に育てるべきだと思います。でじゃあどんなスキルつけるのっていうことなんですけど、パスカット B、 マーク、タックル、 C、 C っていう形なんですが、選択肢は2個あると思ってます。スキル惜しまずつけれる人は、優秀なタックルと優秀なマーク、かっこ一定時間パスカットが上昇するマークをつけるといいと思います。具体的にちょっと例を言うと、本当に優秀なタックルでいくと、ファイティングみたいなね、1対1で絶対止めれるマンになれる、相手のドリブルを下げるようなタックルをつけてあげればいいんですが、さすがにちょっとここまではもったいないと思うので、個人的にはレザルトタックルとかバスタータックルみたいな、シュートが下がる系のタックルでもいいかなと思います。なんでシュート下がる系でもいいのって話なんですけど、シュートが下がる、こういうね、デスパレットドリブルも下がっちゃうからあれなんですけど、シュートが下がるドリブル、タックルだと、ナビル自身がそんな守備能力高いわけではないので、言ってもファイティングでもトップクラスのドリブルは止められないんですね。じゃあもうドリブルで抜かれる前提でデバフをかける、抜かれた後に決定力を下げるだとか、まあ、例えばリペアタックルで抜かれはするけどスタミナ回復してセンターバックにボール奪わせるとか、まあ、そういったちょっと小賢しいタックルをつけるといいかなと思います。で、マークスキルに関しては、タングルドはダメだな。なんだっけ、あれマケレレとかが持ってたマークスキルなんですけど、一定時間タックルとマークとパスカットが上がる、エッチングじゃない、プレディクトか、プレディクトマーク、一定時間マークとパスカットが特大アップするよみたいなマークスキルがあるんですけど、それおすすめします。とナビルどうせ2枠しか新しいスキルつけられないので、1枠は、まあ、スタミナ回復、自分とかのディフェンスのスタミナ回復する、リペアみたいなタックル、もしくは相手のフォワードのシュートを、相手のシュート下げれるバスターとかレザルトみたいなタックルスキルつけてあげて、もう一つパスカットも上昇するマークをつけてあげることで、まあ、マーク発動した後のパスカット能力が上がりますから、まあ、そういう意味でパスカットをつけなくても、まあ、パスカットの部分で貢献できるようになると、こういったような使い方にするといいんじゃないかなと思います。もちろんパスカットつけてもいいんですけど、試合中に発動する数が多いのはやっぱり見てるとマーク本当に多いですから、マークは1個つけたいなと。ただそうなるとパスカットかタックルでいくと、やっぱボールを奪うっていう作業はタックルになってきますから、これをつけないわけにはいかないっていうところでマークタックルですね。で移籍特訓先でいくんだったら、マークタックルつけたんだったら、そのまま、私だったらマークとタックルの発動率を上げます。もともとドリブルマスターでドリブルの発動率上がってますから、これ以上ドリブル上げても全然いいんですけど、やっぱね守備の部分でもバランスを取りたいということで、移籍特訓先も新しくつけた守備スキルと同じものを上げますとね。ちょっと特徴の最後まとめになりますけど、タフガイが残念ではありますが、それ以外のところでいくと、ファーガソン監督とはすごく相性がいいサイドバックだなと思います。もちろんね、総合値ガチャの方がインフレしてるので、レジマの方もねそろそろ上げてほしいところではありますが、決して悪い選手ではないですし、
実際にね使ってみるとリクパレードドリブルが頼りになるなっていうのも分かると思います。無課金の方、美課金の方でサイドバック悩んでるよって方はサイドアタックのサイドバックね、ぜひ使ってみてください。ってことで本日の動画ここまでにいたします。他にもねこんなビルドがおすすめですとか、逆にですねこれはつけるのやめときなみたいなものがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただければ幸いです。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。